日本対中国、7対7、全面対抗戦、中堅戦、79キロ契約、3分3ラウンド、中国から3打のスーパースター、レジェンドです、フー・ガオフォン。対するは総合格闘技から慶応製造機、高木健太。ここまで日本3戦3勝、したがって高木が勝てば4連勝ストレートで日本の勝利が決まるという一戦です。中国はもう負けられません。第1ラウンドのゴングです。サウスポーに構えます、青いグローブ日本の高木健太、左のインローから入っていきました。対する赤いグローブ、オーソドックスに構えるのが中国3打のスーパースター、フー・ガオフォンです。さあ石川さん、はい、まず選手の心理として、これお互いにリーチがかかっている状況ですよね、関係ないと思いますよ。ほうほう、まずね、もちろんね、それぞれのチームを代表して戦ってはいるけど、間にグラスいた高木、前のめりに倒れた高木健太。いや、あれなんですよ、フー・ガオフォン選手、サンドの選手がパンチがすごく強くて、あの左フックでみんな倒してるんですよね。なるほど、はい、あ、これ聞いてますね。これまだ開始20秒というところでした。石川さん聞いてますか。聞いてますね。動きがちょっと、右のハイキックが左のフック巻き込んだ。なんとか立ち上がってきたんですが、あと1回のダウンでナックアウト負けとなる高木健太。まあとにかく勝っても負けても倒す倒される試合にしたいという話をしていたんですが、逆噴射になってしまうでしょうか高木。ここで日本3連勝、ストレートで決められるかと、今回期待された助っ人の高木健太、左のストレート、うわっ、左のフック、仕留めた、すごいな、これ